3歳の息子が書いたんですけど、なかなかに狂気を感じますよね。どうも、あいちです。今回サムネイルにこちら、以前ねクイズノックさんからいただいたクイズノックラボを使わせていただきました。というのもね、クイズノックさんチャンネルが100万に到達したということで、本当におめでとうございます。私も頑張りますね。まあそんなね、お祝いの気持ちを込めて今回使わせていただきました。で、まあそのね、本の話を今回していくわけなんですが、今回は本を読むのが好きですよっていう方はちょっと対象外というか、読んだの聞いてもね、ああそうなんですか、ははって終わってしまう内容で、どっちかというと本を読まなきゃいけないとか、読んだ方がいいとは思ってるんだけど、めんどくさいなって気持ちが出てきてしまったりとか、ちょっと後回しにやっぱりしてしまって、なかなか本を読めないという方、まさしく自分がそうなので、そういった方向けにこういうふうに考えると少し読書のハードルが下がるよっていうのをお伝えできたらなと思っております。で、実際ですね、ポイントは2つありまして、まず1つ目が全部読もうとしないです。ただね、これ友達に話したら、そんな当たり前じゃねって、それ読書好きな子なんですけど、友達、あ、当たり前なんだと思ってちょっと打ちひしがれた経験はあるんですけど、でもね、生徒に結構言ってたら、あ、そうなんだっていうのを言ってたので、今回動画でね言わせてもらう。ちょっとコメントで荒れたらちょっと泣いちゃうけど、で、何かっていうと、その200ページの本とか例えばあるじゃないですか、それを全部しっかり隅々まで読もうとする必要なんてないんですよね。今まで塾講師やってる時も生徒にこの話をするじゃないですか。で、読書が嫌いな方であればあるほど全部読まなきゃいけないっていう呪縛にとらわれがちなんですよね。もちろん小説とかだと、その話の流れ、起承転結があるので、なかなか飛ばし読みって難しいところはあります。それでもできるんですけど、ただハウトゥー本、例えば勉強の仕方とか時間管理の仕方とか、わからないですけど、ハウトゥー本って今めちゃくちゃ流行ってて世の中にいっぱいあるんで、ハウトゥー本とかって200ページあったら200ページ全部読む必要なんてさらさらないんですよ。じゃあ実際どうやるかっていうと、もう自分の興味あるとこだけを読めばいい。でもその興味あるとこが読まなきゃったら興味あるかどうかわからないじゃないですかって言われるんですけど、そうじゃなくって、めちゃくちゃ有効なものがあるんですよ、本に。何かって目次なんですよね。自分が本を買う時って、もちろんやっぱり表紙からまず入りますよね。これ読んでみたいなっていう表紙から入ると、その後に何するかって目次をめちゃくちゃ読みます。自分結構な時間をかけて読む。目次を見て、あ、このところ興味あるなって思うところだけを読んでいきます。それが200ページの本の中で、まあ、10ページ20ページしかないことだって当然あるわけですよ。でもそれでいいんです。そこだけ読んでいく。なぜかっていうと、まあ、自分も一応これでもね、本を書いたことある身なので、目次ってめちゃくちゃ力入れて考えるんですよ、実際。なぜかって、まあ、トピックがあるわけじゃないですか。で、その6ページとか8ページっていう、まあ、文を書いていって、その、まあ、タイトルというか、まあ、目次だから当然ね、その内容を凝縮した、例えば著者ね、書いた人間が伝えたいことを数文字っていう制限ある文字にピックアップして、こう取り出したのが目次なんですよね。だからその考え抜いて、この読みたいなって思ってもらうように考えるわけだから、そのタイトルの部分、目次の部分で興味がなかったら、おそらく内容を読んでもあんまり響かないんですよね。いや、もし逆転するものもあるかもしれないけど、なかなか響かないと。であれば、目次の段階でめちゃくちゃ興味惹かれる部分だけ読んでいく。興味がある。ここにはきっと自分にとって有益な情報があるだろうなと思って読めば、やっぱり読む、その吸収力も違うわけですよ。で、その中で読んだ部分で、あ、これを実践してみようとか、あ、こういう考え方があるんだ、自分に生かしていこう、みたいな風に読んでいきます。ただそうすると本も安くはないので、まあ、1000円ぐらい出して買うじゃないですか。200ページあるのに20ページ読んで、残りの180ページ読まなかったらもったいなくねって思うかもしれないんですけど、自分の発想としては、だらだらと興味ない部分も含めて200ページやーって読んでしまうぐらいだったら、もうピックアップして読んで自分の中に生かすんだって、自分に何かしら一つでも二つでもプラスにしていくんだってゲットした方が有益だと思うんですよね。で、これがポイント2つ目になっていて、せっかく本を読むんだったら必ず最低1個でいいから自分の中に取り込むっていうのを決めています。
ただ実際その20ページとかピックアップして読むじゃないですか。で読んでいくと、あ、この本自分に合うかもとか、もしかしたら違うページにもいい内容があるかもしれないって、本全体に対する興味が上がっていくんですよね。そうするともう一回目次戻るじゃないですか。スタート地点って、ああちょっと本読むのめんどくせえな、めんどくさいけど、でもこの中で興味あるこの数ページだけ読んでみようって思って、まあ、興味がある段階でこう読み始めてる。でもその数ページを読んだら興味が上がるわけですよ。この本に対する評価が上がってる。その状態でもう一回目次読むとね、あれ？じゃあこのページもちょっと読んでみようかなみたいな風にまた増えていきます。で増えていったらその部分読んでいって、でそれを繰り返した結果的に全部読んじゃっただったらそれはいいじゃないですか。いいですし、それが30ページ40ページで止まってしまうかもしれない。それでも本を買って、まあ、みんなにとって安い高いはあるとは思いますけど、本を買って何かしら自分にとってプラスになって吸収してね、自分の生活に生かしてプラスになるんだったら、本を買って読んだっていうその買ったお金も読んだ時間もプラスになってるはずなので、自分が本を読むときは全部を読もうとしない、そして読んだ分、そのね吸収した部分で必ず自分に何かしら一つ生かしていくと、この2つをルールで決めて本と向き合ってます。これが皆さんにとって合うかどうかっていうのはありますけど、もしね、ああ本ちょっと時間かかるしななんて思ってる方は、全部読まずにまずは興味ある部分だけ読んでいくっていうのを実践してみると、もしかしたら本に対しての意識がね変わるきっかけになるかもしれないので、よかったらね参考にしてみてください。